そのままプレーが続きます。さあフリーブレイズ上がっていきます。おっとここは引っかかってしまいました。小原戻ります。おっと危ない、あーゴール前合わされてしまいました。フリーブレイズ先制点を献上してしまいました。1対0です。ワンチャンスはしっかりものにしてきますよね。そうですね、そのやっぱりスキルの高さありますよね。縁の下の力持ちもいなければね、スポーツ、まあ本当特にね集団スポーツはね。おっと、また銀ゾーンに入っていく、シュート、どうだ、入ったシュートリバウンドですね。そうですね。でゴール前しっかり残って粘る、なるほど、プレーが、はい、昨日もあったんですけれども、その辺がここ2年生で非常にいいところだなと思います。はい、今日もしっかり結果に結びつきましたね。そうですね、はい、中屋敷からどうだ、抑えられるか、しのぎました。ところは高井の後ろに来てしまいました。シュート戻して、そのパックを張ってジェイが打ち込みます。シュート抑えています。リバウンドは出しませんでした。中島が奥のコーナー、高橋誠二がシュート合わせたんですがサイドネット。終盤に入りました。おっと正面からつないで逆サイド、角度が厳しかったでしょうか。まあ日本代表の経験もありますけど、まあ本当にね修羅場もしっかりと振り続けた。おー山田純也選手ですね。いいところでこの38番がゴールネットを揺らしてくれました。一度ブルーラインを切って、そして前に出てゴールキーパーを抑えていました。またここもアリデンのところですが、ピンチですね。ここはシュート止めました。おっと、ここで橋本涼押さえています。中島がつなぎます。ゴール前どうだ、押さえています。さあ残り11秒後、橋本が打つ、こぼれてる、パックはゴールだ。